さあ、では続きからやってまいりましょう。前回はロケット団のアジトを無事攻略したところからですね。で、このゲームセンター、あれだね、よく見ると上にポリゴンがいるんだね。全然気づかなかった。で、この電気グループの人が、これはふわふわアタックみたいなのを持ってるな、風船。なんでしょう。お、気になっているね、僕とこのマシンが。君はあんま気になってない。マシンが気になる。聞いてみたいかい？詳しい話をさ、教えてください。仕方がない。このマシンはね、広いお空を飛べちゃう素晴らしい乗り物なのさ。我ながらすごい発明、秘術と言っても申し分ない。でもせっかく作ったのに誰も乗ってくれなくて困ってるんだ。君は勇気がありそうだし、秘術空渡り乗り方を教えてあげちゃおう。ピカチュウ。もしやそのピカチュウが操縦したいって言うの？いいね、まさにインスピレーションそのまんま。じゃあ早速。ここをこうして、ああしてハンドルを持ってく。いい。あれがーなってそうなると伏せて、ふえ。ピカチュウ。ピカスケは秘術空渡りを覚えた。どういうことだい？秘術空渡りを使えば、これまで行ったことのある街に飛べます。X メニューピカスケと遊ぶから秘術を選ぼう。なるほど。このマシン君たちにあげるからたくさん空を旅してよね。これで移動が楽になったと。そういうことなんだね。へえ。ちょっと、早速飛んでみようか。ピカスケと遊ぶから。遊ぶから、ピーカチュウ、ピカスケが目をキラキラさせてこっちを見ている。一回撫でて、はい、一回撫でて、秘術、空渡り。まあ、どこでもいいんだよな、行くところ。適当にとりあえず飛んでみようか。こういうとこも行ける？あ、これはいけないか。じゃあ、シオンタウンに飛んでみようか。ピカチュウ！お、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 歌、歌、歌、歌！あ、案外あっさりしてました。あ、なんかピカスケが呼んでるぞ。どうした？あ、ピカスケから何かプレゼントがあるみたい。かわいい。あ、なにこれ、ビー玉かな？また。海辺のガラス。波に揉まれて丸くなった色のついたガラス片。少しザラザラしている。ありがとう！ありがとう！ありがとう。楽しい。このゲーム楽しいな。攻略するためのメンバーを選びましょうか。ゴースト系だから地面とエスパータイプを入れていくのが良いでしょうと。よし、こんな感じでいいかな。まあまた何か不具合があったら変えていくという形にしましょう。では、ポケモン礼拝塔へレッツゴー。お、スカシだ。なんか女の子と喋ってるぞ。カラカラのお母さんが？そうよ。ロケット団はガラガラたちの骨を高く売るために次々とさらっては、カラカラは亡くなってしまったお母さんを今も探しているの。私ロケット団を許さないわ。俺だって、さっきカラカラがまたタワーに入ってくるの来たんだ。いなくなった藤老人って人もついでに晒してくるよ。ありがとう、気をつけてね。なるほど、スカシ。お前にできんのか？お化けは怖いけど、行かなきゃ。どいてろ、スカシ。道を譲れ。この俺とガリガリに譲れ。あ、鉄塔ちょうどいい時に。今の聞いてたよな、一緒に登らないか。一緒に登らないか。まあまあまあ、前断っちゃったからね。今回一緒に登ろう。助かった。じゃあ行こうぜ。お前は俺の後ろをついてこい。後ろをついてくる気満々の道の譲り方。その譲り方、王への譲り方だぞ。俺は後ろからついてくるからさ、背中は任せてくれよ。まあまあ、好きにするがいいさ。さて。とはいえ、だいぶ攻略はしているので、大丈夫だとは思うんだがな。後ろスコープじゃない。なんとかスコープもあるしな。おっと？やっぱりいるのかよ。何それ、鉄塔。シルフスコープが幽霊の正体を見破った。おー！なるほど！すげー！お化けの正体はポケモンだったのか。
うん。あ、なるほど。これで普通のポケモンが出てくるようになったと。いうことはですよ。ゴース、捕まえられるんじゃない？ゴース。あ、ああ、びっくりする。お前とかも出んのかよ。よっぽど怖いわ、ゴースより。ゴース捕まえたいなー。ゴース。ここが回復のポイント。うわー、でかい！お前はもうほんと。なんでお前が出てきちゃうの？違うんだ。あー、そう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 ！いざ！野生のゴースが飛び出してきた！これは捕まえるぞ！ふうり！グレート！ん？お！よっ！ダメかレベル31高い。うわすげえいい動きするな。おいグレート、はい、よっしゃー、やったー、ゴースを捕まえた。いいね。おガリガリが30になりましたよ。ゴースのデータが新しく登録されます。ゴース、ゴーストと毒か。ガス状ポケモン。古くなって誰も住まなくなった建物に発生するらしい。形は曖昧でガスのよう。重さがないんだ。いいねー。じゃあ、早速ゴーストの名前を付けてあげましょうか。はい。ゴーストの名前は、ゴスンクギにしましょう。これなかなか、ゴーストにもちょっと名前かかってるし、ゴスンクギ要素もあるしで、なかなかうまい名前なんじゃないから、ゴスンクギです。いいですね。よし。これで、ゴースが成長すればゴーストになってくれるので、このまんまでいいでしょう。ちょっと邪魔だな。こう、邪魔だ。ああ当たっちゃうんかい、ラッキー。ラッキーを捕まえた。アンがいるからな、うちに。1053、すごーい、近づけ36、官房長32と。官房長はリフレクターを覚えたい？リフレクターとは？ボタンの間不思議な壁で相手から受ける物理攻撃のダメージを弱める。ああ、なかなか使い勝手悪くないのでは？テレポートいらないかな？ポカン。リフレクターを覚えましたよ。よし。では、どんどん進んでいこう。ここは通ってるよね。この上が行ったことないのかな？お！立ち去れ。ここから立ち去れ。うわあ！うわあ！すごいの出てきたぞ。だが、ひときわでかいのがまだ。鉄塔あれ、さっきの、あれやって。スカシどうした？お。ビーカー？ウィーン。ビーカー。ビーカー。あ！ビーカー？ガラガラ。お母さんなのかな？ちょっと見ないふりした。あー。あー。なんかちょっといいシーンだ。あー。消えてしまう。お母さん。あー。悲しい。幽霊の正体は、カラカラのお母さんの迷える魂だった。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は、無事天に昇って消えていきました。めでたしなのか？カラカラ、お前お母さんに会いたくてここに来てたんだな。キャウ。お母さんのこと怖がったりしてごめんな。俺、カラカラを一人にしたくないから家まで送る。そうだ、上の階に富士って人がいたら、連れて帰ってくれるか？一人で帰れる？平気だよ。カラカラと一緒だし。鉄塔、なんか頼みしくなったな。
ロケット団からカラカラを助けた。いつの間にそんなに強くなったんだよ。お前がぼんやりしてる間にだよ。それなら鉄塔に任せるよ。よし、行こう、カラカラ。そうか。連れてってやってもいいけどな。うちにもいるからな、ガリガリ。一緒に育ててもいいけどな。不思議な雨。うん。よ。避けて、避けて。お、最上階っぽい雰囲気ありますよ。ハゲ！お待ち！私たちが先を。幽霊が消えてやっとてっぺんまで来れたぜ。あんたが富士っていうじいさんね。ロケット団のためにもう一度ポケモンの研究をしなさい。ポケモンの研究をしてるじじいなのか。無視してくれちゃって、ボスのために絶対協力してもらうぞ。おうおうおう、俺を無視で。俺を無視で、楽しんでますな。今このじいさんの説得してんのよ。邪魔するつもりなら容赦しないぞ。お前またか。思い出させてやろうか、つい一個前の動画で何があったか。武蔵と小次郎。アーボックとまたとかす。変わらないな、お前らは。うちも変わってないが、メンツは。だが、変わってないということは、勝てないということだぞ。骨ブーメランを、またドガスに当てて、どうしようかな。雷ぶつけとこうか。ピカスケの雷、あー、またドガスに当たらない。エビニーラミー、何それ。新しいやつやめて。麻痺か。悪の波動、痛い。骨ブーメラン、麻痺しても動ける。あれ？よし。では、変わらず骨ブーメランと、そうね。ふわふわフォールでいいかな？ピカスケのふわふわフォール！ピカチュウ！ズン！噛み砕く！いって！悪の波動、これ、わー、ガリガリ狙いか。ひるんで技が出せない。ガリガリよくやった。ここは、変わろうか。ほっお、ちょっと出してみようか。ほっお。ほっおと入れ替え、ピカスケは、そのままマタドガスを落としてもらおう。ふわふわフォールで。ガリガリ交代。ほっ、お、いいぞ。ふわふわフォール、うーり、いいよ。はい。あ、いいね。ポッ、お、出てきて早々レベルが上がる。いいですよ。攻撃が上がった。噛み砕く、いって強いな。強いな。さては、アーボック参ったな。どうするか。このまま出してても負けちゃうから、シンジ武田に変えつつ、ピカスケは10万ボルト。あ、そいつじゃない。あ、大丈夫かな。やられちゃってんの選んじゃったけど。シンジだけだ。ぐわぐわ。10万ボルト。えい、大丈夫なんだね。半分。毒好き。あららららら ら, ら。おい、ピカ、うえ強っ。完全にピカスケ無視で来るんだ。なるほど。来たね。いやー、やられちゃう。出したら出すだけやられちゃう。ガウディ。ガウディを出し、ピカスケが、10万ボルトで半分いったから、もう一回10万ボルトで落としてほしい。結構厳しい戦いだね。強いな。アーボック。よいしょ。あっ、ちょっと残った。またそうやってピカスケ無視で。いや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 、あー
めっちゃ強い。くそー、カモチョー。マジか。思ったよりも強いな。くそー、サイケ光線、バチバチアクセル。これでどうにか。いやー、ピカピカスケ頼みでしたね、今回も。ちょっと強かったな、前回に比べて。腕を上げてきたね、この短時間。やるもんだ。お、信じたけだ、レベル29。よし。なんなのよー、覚えてろよー。強かった。あー、また藤博士連れ去ってこっそり手柄を立てる計画は失敗かー。おとなしく山吹シティでシルフカンパリを乗っ取るの手伝えばいいんでしょ。やな感じー。次の目的地は山吹シティか。ジジイ、あ、どうした、ピカスケ呼んでる。あ、また呆れた顔してる。ロケット団と会うと呆れた顔するんだな。はい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 。はいはいはい。オッケイ。こいつと戦闘になったりしないよな。しないと信じたいんだけど。ジジイ！てんてんてん。あ、思ったよりいい顔してた。優しい顔。親だったらどうかされましたか？私がロケット団に襲われてたですって。ガラガラのために祈っていって気づけるさんでした。もう耳がちょっとあれなのかな？しょうがないね。ああ、どうやらガラガラは天国へ向かったのですね。お礼をしたいので一緒に家へ参りましょう。ああ、一緒に帰ってきた。さて、鉄塔さん。ポケモン図鑑作りはポケモンに対して深い愛情がないと反省は大変難しい。その助けになるかはわからんが、これをあなたに差し上げよう。ポケモンの笛？ポケモンの笛をバッグにしまった。ポケモンの笛を吹くと目を覚ますポケモンが、あー、なるほど。でっかいやつだ。もしどこかで寝ているポケモンに出会ったら笛を吹いてみなさい。へー、なるほど。それで、通れるようになるのか。絵が描いてある。あ、ガラガラだ。かわいいな。よーし。どうにか、礼拝塔を攻略できましたね。では、まず体力を回復しまして、トゥントゥントゥルルー。次行ける箇所が2箇所増えてることになるのかな？山吹シティと、この下行けるんだよね、多分ね。赤竹シティか。ただ、タマムシシティのポケモンジムを攻略してないので、まずはそっちを行きましょうか。秘術空渡りで。ペガちゃん！うん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 。よし。そうそう、それでね、前回動画編集してて思ったんですけど、俺一人話しかけてない人がいたっぽいんだよな。その人、このね、真ん中の下のこのお姉さんを無視してた気がするんだ。私は潜入中の美人スパイよ。美人スパイ、自分で言っちゃうんだね。あなたみたいなことがどうしてこんなところに？ロケット団を倒しにというかもう倒したんだが。まあでも、全滅させたとは言ってないからな。まあ、なんとなくだよ。ふう、あなた面白い子ね。知り合いた記念に、お、プレゼントあげちゃうわ。美人スパイからロケット団セットをもらった。あ、着替えなのか。それを着れば、気分はまるでロケット団よ。まあ、あなたの背丈じゃコスプレだってすぐバレちゃうだろうけど。へぇー。なんだ、服もらえたのか。だったらあれだね。前回着てたら変わったのかな。これは失敗したね。ロケット団セット。あんまり差がわからない。差がわからないな。後ろがちょっと違うのと、リボンがついてるかついてないかなのか。上着は？あーるって書いてあるかどうかなのか。なるほど。
ズボン。半ズボンなんだね。靴。あ、靴は白なんだ。バッグ。あんまロケット団っぽくないけど、なるほど。ピカスケもなんかもらえた？ロケット団、あ、ロケット団キャップ。なんかちょっとなぁ、競馬場とかにいそうな感じになっちゃってちょっとやだなぁ。今のまんまでいいや。洋服。ロケット団 T シャツか。あれだね、手のせいで R がよく見えないんだね。まあ、このまんまでいいかな。OK。ありがとう。これ忘れてた。よかった。はい。とりあえず攻略はこんな感じでどうでしょうと。ピカスケ、ガウディ、ポ、オ、チョウーン、中身出るカンボッチョ。なかなか悪くないけど、なんかちょっと頼りなさも感じるよね、このパーティーね。で、先頭に出しておくのはどうしようかな。チョウーン先頭で行きましょう。では、いざ。何ジムだ、これは。玉虫シティポケモンジム。勝負だ！おー！庭園になってるんだね。あ、ふーん、ジムリーダーのリカさんに挑戦するんだ。言っとけど、玉虫ジムは可愛いポケモンを持ったトレーナーじゃないと入れてあげないんだから。あんた持ってるの？私が見てあげる。おー、見てみろ。うちの中身出るよ。見てみろ。え、バタフリー？可愛い可愛い。いいんかい。なんだよ。しかも撫でると。うちの中身出るを撫でたらお前中身出ちゃうから。ダメだって、ダメだって、中身出たら、あー出ちゃう。お腹に顔をうずめちゃダメ。何？可愛いってでも認めてくれるならまあこっちとしても嬉しいけど。なんて女だよ。これは？いいか、認定トレーナー、スカシ。スカシ、ここにも来てたのか。あいつ。あ。あの人だな。でも行けないんだな。はぁ、あ、はぁ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 。なるほど。さあ、かかってきなさい。あ、あんたはさっきの、私のポケモンの可愛さを見てもらうわ。こいつ中身出るが可愛いって言ったからな、何出してくるか、わかんねえぞ。何で来る？アコ。謎の草。確かに可愛いね。チョウーン！チョウーンの、どうしようかな。まあ、ミサイル張り。ミサイル張りがどのぐらい効くか。うれ！よいしょ！2回当たった。あ、メガドレインだ。俺の持ってない技今一つ。なるほど。でも俺の予想に反して虫タイプの攻撃は草に微妙だったね。そうなんだ。なんかすごい効くんだろうなーって思ってたのに微妙っていうか普通か。ちょっと想定外だったな。まあ負けることはないと思うんだが毒は効かないと思うんだよね。ダブルニードル！えいや！おいや！いいね。でも2回か。3回行ってほしいけどな。今んとこ最低なんだな。乱数が最低です。乱れ好きじゃ！おら！おら！急所に当たった。よーし。OK。どうじゃい。凶暴なんだから。乱暴か。乱暴なんだから。そうだろうが。エリカさんにやられちゃえばいいのよ。なんてことを言うんだい。そうか。でもちょっと、予想外だったね。ほっおで行こうかな。じゃあ次は。
こういうとこ切っていく。あ、右にお姉さんがいる。ペカチュー。なるほど。迷路みたいになってるんだな。シャイニングだね、これはね。雪が降ってれば。お姉さん。あら、いらっしゃい。退屈してたのよ。そんな端っこにいるからでしょうか。大人のお姉さんのマイが勝負を仕掛けてきた。たまたまダメだろう、お姉さんがたまたま持ってちゃ。なんか一個割れてるじゃん。たまたまって何ポケモンなんだ。これ草じゃないよな。まあ翼で撃つよっ。あ、でも効果抜群だな。サイケ光線、うーし、なかなか。よいしょ、 OK。 何ポケモンなんだろう、ちょっとわかんないね。草なのかな。草っぽくないよね。嫌になっちゃう。1740円。お姉さんいっぱい持ってますね。草に弱いのは水タイプだけじゃないわ。地面タイプと岩タイプも私たちの餌食よ。ありがとう、教えてくれて。出さないよ、じゃあ。続きましては、上に行き。おれおれ。パッパーン。あれ、あんたさっきここ覗いてなかった？僕じゃないですけど。おじいさんみたいな人覗いてましたけど、僕じゃないです。浅江。臭い花。臭い花人気だね、女の子に。すごい勇気づけられるじゃん、臭い花も。だが、翼で撃つ。バン。いいね。葉っぱかった。うっ、大して効きません。翼で撃つよっ。オッケー、効果は抜群。よーし。負けたとこは見たくないの。ちゃんと見てやれ、お前の臭い花がいかにして破れたかを。エリカさんを見てたのか、私じゃなかったのね。何その思わせぶりな意見。私だったらよかったのに的な。ねえ、見て。これ私のポケモン。草タイプは育てるのが楽なところがいいわ。そういう理由なんだ。まあ、確かに水と太陽光で育つのかな？謎の、もう謎の草と臭い花が主流すぎるだろ、このジム。どうなってんだよ。翼で撃つ。えいや！ああ、ワンパンです。強いです。はいはい。次は、うつどん。うつどんってなんだろう。とりあえずそのまんま戦ってみるけど。おお、気持ち悪。なんかすごい意味深な形してるな。大人のお姉さんのうつどん。なんだろう、これ。なんか、虫を食べる植物みたいな感じだね。葉っぱ買った。うん。一回羽休めてみようか。どんな感じなんだろう。羽休めした。体力の半分を回復する。わー、強いなー。いって！なんか思ったよりダメージがでかいぞ。結局元に戻っちゃった。よいしょ！ヘイ。どうじゃ。ガウディ29。お、中見えるが31。いいね。虫のさざめき。なんだろう、虫のさざめきって。虫のさざめき、威力90。振動で音波を起こして攻撃する相手の特防を下げることがある。すごいじゃない。
どうしようかな。じゃあ風起こしを忘れちゃおうか。ポカン。よーし、虫のさざめき。やーん。うちのジムは使うポケモン全部草タイプ。弱点教えていく。だってポケモンジムの他に生け花教室やってるから。なるほど。でも草ポケモンに対して生け花ってなんかちょっとすげえ怖いんだけど大丈夫なのかね、倫理的に。メガジュー、せっかくだから中身出る、なんか覚えたし、中身出るを先頭に持ってこう。あーなるほど、戻っちゃうのか。うん、そういうことね。さっきさ効かなかった虫の技が草に効かなかったのって毒に効かなかった説もあるよね。その説もあるよな。こっちを切りまーす。はい、ピカチュー。よし。お！いたね、立ってるね、胸に手を当てて待ってるね、俺のことを。今行くからな。あ、お姉さん。あなたご趣味は？はい、ポケモンを少々。わあ、一人でお見合いの時の練習をしている。生き遅れポケモンの瞳。臭い花。中身出る。では、虫があんま効かなそうだったから、ヤスラッシュ。え、当たらない？妖怪液。大したことはないが、なんで当たんないんだ。ヤスラッシュ。いや、強ーい。中身出る、強ーい。いいねー、活躍するじゃないか。結構なお手前で。私来週お見合いなの。ポケモン誘われてもはしたない戦いしないようにしなきゃ。お見合いの席でポケモン勝負とかやるんだ。じゃあ、臭い花はやめといた方がいいかもしれないけど。あー、なんかエリートがいるなー。ちょっと嫌だけど。あ、襲ってくる。玉虫ジムにようこそ。優しそうなお姉さんたちに油断しない方がいいわよ。そうですね、油断はしてません。エリートトレーナーの彩香は何を出してくるか。撃つ、ドン。中身出る。こいつには虫効くのかな。虫のさざめきちょっと使ってみようか。どんな感じなんだろう。中見てるの虫のさざめき。ドド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 。抜群じゃない？抜群じゃない。しびれ粉、しびれちゃう。グググギギグギギギ。負けるな。エアスラッシュだ。妖怪液、相手の方が早いな。よし、よいしょ。いいねー。やっぱり抜群は取れないな。普通なのか。虫攻撃、モンジャラ、モンジャラ、そのまんまで。モンジャラとはなんじゃら。わあ、なんだこりゃ。ちょっと気持ち悪いのが出てきたね。もじゃもじゃポケモン。これは草なのか。虫のささみき。こいつには効くか。メガドレイン。やめて。大して大丈夫でした。よっ。よっ。おぉ、抜群だ。どういうことなんだろう。どういうことなんだろう。何ポケモンだったんだろう。いいね。
あやかに勝った。やるじゃない。草が虫今一つっていう感じはあったな、でもな。3200円、やったぜ。今日は強いポケモン持ってこなかったから、今度やるときは負けないわ。ずっと言うてろ、そうやって。続きましては、お前だ。こら、虫ポケモンとか炎ポケモンは嫌いなの。ここに持ち込まないでよ。あ、この野郎、うちの中身出るに対してそんな物言いを。触ってごらん、お腹を。美佐子。まだつぼみ。あ、さっきのやつの前版かな。あ、麻痺したままだった。しまったな。毒好き、毒技か。毒持ってるのか。あ、いてててて、デスラッシュ。よし、効果抜群。なるほど、毒タイプには虫が効かない可能性があるのかな。ちょっと入れ替えようか。ショウーン？ポッオで。いいねー、この初めの方に手に入れたチョウーン・ポッオ・ナカミデルが活躍してる様を見るとなかなか感慨深いですな。翼で撃つ。うれ、よーし。どうじゃい、どうなんじゃい。まだつぼみ、そのまま。虫も火でもないこのポッオに、ポッオならいいんだろう。翼で撃つ。いやー強い。どうじゃ。よーし、かぼちゃー勝ったぞ。あ、こいつ560円。君ね、リーダーのエリカさんはおしとやかだけど、この辺じゃ有名なトレーナーなんだから。はいはい。ペガちゃん、なるほど、戻る感じか。んー、こっち行ってみようか。ぐるりと回って何もない。なんだよー。さあ、いよいよ次はそのトレーナーの、有名なトレーナーとやらのエリカ様と対峙するときだな。やってやろうじゃない。一回回復に戻ってもいいなー。そうしようかなー。そうしよう。俺ちゃんってば一回ここで回復に戻る選択肢。さようなら、エリカさん。また来ます。パン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 パーン。メガネを赤縁。あはー。ちょっとうさんくさくなったね。翔平みたいになっちゃったな。小物を尻尾。尻尾かわいいな。尻尾にしよう。さて、一度回復に戻ったり、なんかお着替えさせたりした後、ようやくまたジムリーダーの手前まで戻ってきました。さて、一体どんな戦いになるのでしょうか。はい。はーい、良いお天気ね。気持ちいい。スースー。寝てしまった。立ったまま。あら、いけない、寝てしまったわ。寝てる。パン、ようこそ。私、玉虫ジムのエリカと申します。お花を生けるのが趣味で、ポケモンは草タイプばかり。草タイプのポケモンも生けるのが趣味。あらやだ、試合の申し込みですの？そんな、私、負けませんわよ。おーし、かかってこい。どんなもんじゃい。なんぼのもんじゃい。音がかっこいい。もんじゃら、出た。もんじゃら。さっき虫抜群だったな。これは中身出るの虫のささめきが決まるな。
レベル33。レベルではちょい負けてるけど大丈夫だ。虫のさざめき、どうじゃ。うっ、よーし、いいね、強い強い。中身出る、負けてない。ポケモンジムにも負けてないぞ。あ、ピカスケ37、だいぶ強くなったな。ラフレシア、まあ草だな、まあ草だな。あー、すげー、でかっ、ふよふよしてる。なんかちょっとうちのマンドレと似てる気がするな。あー、なんか毒持ってるのかな、キノコ。エアスラッシュで、エアスラッシュ、うー、半分か。あ、ひるんで技が出せない。最高級、最高級、中身出る。すごいすごい、まさか3人抜けるのでは。中身出るで、あー、かわいいな、ちょっとな。マンドレっぽいな、やっぱり。マンドレまだああなんのかな。32、よし、いいねー。最後はうつどん、そのまんまでいいな。はい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 、こいつは虫効かなかったのでエアスラッシュゴリ押しで、よっ、ほほほほ、3盾うちの中身出るが浜虫ジムのこのポケモンたちを3盾です。やったー、参りましたわ。本当にお強い方、本当にお強い中身出る。あー、5440円、ありがたーい。どうですか、このレインボーバッジ差し上げなくてはなりませんね。やったー、イエーイ。ヘッドワイカからレインボーブラッジをもらった。レインボーバッジで親の違うポケモンでもレベル50まではおとなしく言うことを聞きます。あ、それからよろしかったらこれもお使いになって。マザマシン53、あ、やったー、メガドレインよかったー、もらえた。メガドレインは与えたダメージの半分がポケモンの栄養になる素晴らしい技です。あ、なんかピカスケが喜んでるよ。あーい、へいへい。勝利の嬉しさが全身に現れている。中身出るの活躍が。嬉しいのだろう、ピカスケも。いい。あ、なんかちょっと嫌がって。ハイタッチがさ、どうやってやるんだろう。ハイタッチ、ハイタッチ、ハイタッチができないんだな。よし、オッケー。じゃあ早速ちょっと技マシンを覚えさせよう。メガドレイン、あ、まさかチョウンも中身でるもメガドレインを覚えるだと。そうなんだ。よーし、無事に攻略できました。中身出る最強伝説、やったぞー。さて、これでとりあえずこのジムには用がなくなりましたよと。お次はどこへ行こうかな。2箇所選択肢があって、このまま山吹シティに行く。そうするとシルフカンパニーがあるので、シルフカンパニー関連のストーリーがおそらくあるのでしょう。で、それ以外に、この道路に行くことが可能なんだな。そうすると、赤竹シティに行けるかもしれない。そもそも、こっちから16番道路を抜けていくこともできるわけか。番号的にはこっちのが若いんだなぁ。どうしよう。サイレンズブリッジ。行けるところ行ってみようかな。クチバシティへ飛びまして。はい。
タッタター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 トーティータート。うわー気持ち悪いのいた、気持ち悪いのいたなんだっけこいつ名前、気持ち悪いバリアード。うわーこいつ捕まえたい、めっちゃ難しそう。七の実で落ち着かせて、めっちゃ気持ち悪いじゃん。ハイパーボールぶつけよう。やーい、あ、エクセレントになんなかった、マジか。ほい、ダメー。うわー気持ち悪い、動きが気持ち悪い。こいつ捕まえられる気しないな。ほい、あーまたダメか。ハイパーボールもったいないかな。ダメか。あーなんだ、またした。うわーバリアード逃げ出した、ちくしょう。気持ち悪いのいたなー今。ダメだった、気持ち、あまりの気持ち悪さに捕まえられなかった。あいつでもなんか強かったんだよなー、画家の女の子が持ってたやつだ。へえー、あんなとこで出るんだね。あ、いた、気持ち悪そうに。テムルスポケモンの笛を使えますか。はい、笛を使った、縦笛なんだ。すごいいい音色だったね。あー起きた、ガビゴン。あー聞いたことあるな。よだれ落とし、やばい食われる。鉄塔さーん、誰、ハゲ、あ、フジポケモンの笛を差し上げたとき忘れてたことが、って、おや、まあいいタイミングですね。このカビゴンというポケモン、目が覚めたとき初めて見たものを食べ物と勘違いして襲ってくることがある。そうなったら危ないので戦っておとなしくさせてあげてください。倒すとおとなしくなっていつものに捕獲できますよ。マジか。寝ぼけて襲ってきた。やばっち。え、大丈夫？音楽が違うんだけど。何ポケモンなの？カビゴンって。カビ？ノーマルだろう、多分。あー、ちょっと今、どうかな。ちょっとピカスケにしとこう。トータルタイムってなんだろうな。なんか左上に時間が出てる。倒す時間が決まってるのか？あくび？なんだ？眠気を誘った。眠くなっちゃうのかな。すげえかっこいい、バチバチアクセル、やっ、まあ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 、あー寝ちゃった。あくびで次のターン寝るのか。起こそう起こそう、眠気覚まし、起きてくれー。よし、頭突き、半分いくのか、強いな。これずーっと頭突きされたらやばいね。でもね、勝てないかもしれない。喜んでる、舌で舐める、やめて、舐めないで、舐めただけ。ふわふわフォール。ピカピカー、ピカチューズン。いやー、そこまででもないか。あ、でも、ひるんだのはいいね。ひるんだのはいい。悩むが。もう一回ふわふわフォールで押すか、雷かだな。雷で。当たってくれ。よし、いいぞ、よいしょ、くー倒せない、舌で舐めるは大丈夫、うー痛いけど大丈夫。このまんまじゃあバチバチアクセルで、いけ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 、やだー、よーし、どうじゃい、カビゴン強かったな。あ、ここからさらに捕まえなきゃいけないのか、マジか。ちょっと待って、ハイパーボールかな。パイルの実ってなんだろう。
手に入りやすくなる。6個か、釣りの身でいいかな。ちょっとケチっちゃう感じだけど、よしよっ、エクセレント、頼む、お願い、おいよっ、やったー、カビゴンを捕まえた。すごいイベントだったね。おぉ、1285、ありがとうございます。やったー、超運30、マンドレ31。カビゴンが登録されます。多少カビが生えていても気にしないで食べまくる。お腹を壊したりもしない。ノーマルなんだ、居眠りポケモン。526キロ、すごいな、重いな。よし、捕まえました。なんと鉄塔さん見事ですね。今のカビゴンのようにたまにトレーナーを襲ってくるポケモンがいる。へえ、そういったポケモンは倒して捕獲する。いいですか、倒して捕獲ですからね。それでは、なるほど、そういうことなんだ。とりあえずカビゴンの名前つけてあげようか。でもカビゴンっていい名前だからちょっとつけづらいけどな。でかっ、かわいい、つけてあげよう。カビゴンの名前はお前食うにしましょう。恐ろしさをね、恐ろしさを前面に押し出したいい名前なんじゃないでしょうか。お前食う超怖え。やったー、カビゴン、どんな技持ってんだろう。いじっぱり、舌で舐めるゴースト技だったんだ。へえ、麻痺状態にすることがあるんだ。なるほど。あくびは相手を次のターンに眠り状態。命中がないのは確実に眠らせるのかな。それは強いね。へえ、なかなかいいじゃないですか。上に行ってみるのもありなのかな。待てよ、ポケモンをとりあえず並び替えとこう。よし、さあポケモントレーナー、君の相棒かわいいな、勝負させてよ。おお、望むところだ。ただかわいいだけだと思うな、うちのピカスケを。エイチくん、エイチくんはモンジャラー。なるほど、モンジャラーよう出会うな。ダブルニードル、よし、火力がちょっと足りないのかな、チョウって。どうなんだろう。よし、オッケー。イワーク、岩タイプか。これは入れ替えた方がいいね。やっぱイワーク早いな。いや、や、や、ぐ、空手、チョープ、よし、ギリギリの戦いだった。強いね、やっぱりね。よーし、かわいい見た目に騙されちゃダメだな。そうだろう、こちらのランチパックのかわいい見た目に騙されるでないぞ。さては、かわいさでトレーナーを油断させる作戦だな。油断する方が悪いのか。釣り人ばっかりだな。釣りばっかりしないで、もっと仕事もできれば最高なんだが気持ち次第だと思いますが。釣り人の人、秋彦、2匹か。ギャラドス、ちょっと待ってください。強いんじゃなかったっけ、ギャラドスって。レベル27か。レベルはそんなでもないが。すぐ無知。暴れる。ボボボボボボボ、痛い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 し、あれ効かないな。なんでだろう。水じゃないのか。水と何かで何かが草を弾いてるって感じなのかな。ギャラドスってめっちゃ強いじゃん。チュー、暴れる。いやいやいや、ポコ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 あーでも混乱した。疲れ果てて混乱するんだ。なるほど、バチバチアクセルで。弱点当たるんじゃないか。でかよい、効果は抜群。
攻撃力高いなギャラドス。体当たり大したことないな。うるい。はい、強い。よいしょよし。なかなかうまくいかんものじゃ。ギャラドスはちょっと強いね、でもね。あは、大丈夫。負けたぐらいで腹は立たん。それを心が広いと見るべきなのか、それとも真剣でないと見るべきなのか、難しいところだわ。看板がある。ここは釣りの名所。釣り竿とかあるのかね、ひょっとしたら。水面は静かに揺れて。虫よけスプレーをゲットしましたよ。パン。おう、釣りバカ、ポケモンバカに出会う。なんだよ、その釣りバカ日誌のなんか、10作目ぐらいにありそうな。カズホ。コイキング。ミヤベくん。スパー。でも強い。もう全部叩いてやるわ。鱗を。一匹残らず。アズマ王。そのまんまでいいかな？金魚みたいなやつだよね。鶴の鞭で。芝居たれ。滝登り？わー、滝登ってくる！わー、なぜか滝の上に宮部くんがいた。どういうこっちゃい？あ、なるほど。では、ここで、メガドレイン。回復もしちゃう。あー、また滝登る！どんだけ滝登るでいってー。今一つだけど、なんか、面白いなー。演出がかっこいいね。回復します。続いては、ニョロンも。ニョロンも。吸い取れ。お腹から吸い取れ。うわー、強い。ああ、すごい回復した。イエーイ。オッケー。ロジャー、さすが強い。そうだろうが。好きこそものの上手なれ、だな。僕も釣りなら負けないぞ。ここは、なんかまた、秘術の技で行くところなのかな。慌てるな。待つこともまた釣りの楽しみである。確かに釣りはね、待って待って、魚との対決みたいな感じだもんね。釣りが趣味の人ってちょっといいよな。これは餌の虫が苦手なのと、それよりも、釣った魚で、こう釣り針で口にこう刺さっちゃうでしょ？釣り針って。あれを抜くのがね、できないんだよね。もうかわいそうすぎて。痛そうで。だから釣りに向いてないということが分かってます。みやびくんの前に。おい。どうじゃい？いいよ。ランチパークが30になった。おっと、ちょっと待ってくれ。よしよしよし。調子いいですね。釣り竿がなくても水ポケモンは捕まるが、わしはこだわりたいんだ。釣り竿がなくても捕まる。ってことは釣り竿があったら捕まえられることができる。おお、引いてる引いてる。それどころじゃないんじゃない？引いてるなら。それとも今、釣り上げたものをそのまま出そうというのか？ともかず。人手マン、人手を釣ったか。あー、こいつなんか知ってる、電波を、電波っていうやつだ。メガドレイン。はい。強いです。めっちゃ回復するじゃん。人手マンちょっと可愛いな。よーし、宮部くんレベル30。いいね。攻撃力も上がっていくよ。よーし。下道だったか。どういうこと？俺のこと？俺を下道だと言ったな。
待ってくれ、釣り糸がこんがらがった。お祭りっていうやつですな。この上に行くと、お、なんかあるな。展望台かな？展望台だ。十字盤道路に忘れっぽいおじいさんが住んでいる。忘れっぽいおじいさん。私が可愛がってたポケモン、今はポケモンタワーでお休みしてるの。あー、なるほど。お亡くなりってことか。お兄ちゃんにあげるは私もういらないから悲しいな。羽休めだ。いいね。羽休めは、ちょっとだけ一休みして HP を回復する。さて、ここから南はどうなっているのか。変わらずに釣り竿、釣り人たちが、たむろしてるか？何が釣れるかって、それは釣ってみなければわからんよ。確かに。おっしゃる通りではあるが。勝則は、目のクラゲ。ああ、クラゲだ。目のクラゲ、ちょっと興味があります。36! ちょっと高いぞ。ここはまだ来てはいけないところだった。嫌な音を出す。嫌な音を出すな。どうなるの？何かが下がるだろうね、そりゃ。防御力がガクッと下がるのか。うっ。あまり効かない。嫌な感じがしますね。ここは、マンドレで行きましょうか。防御力下げられちゃってるし。波乗り。わー、波に乗ってきた。クラゲが波に乗ってきた。大して効かないが、ちょっとびっくりする技だな。レアドレイン。毒好き。なるほど。水毒ポケモンなのか。よいしょ。よしよしよし。負けはしないが、強いな、目のクラゲ。やっぱレベル差もあるね。毒好き。痛い。メガドレイン。よしよしよし。負けはしない。よし。目のクラゲは撃破。次はキングラー。なんだろう、ちょっとわからないな。ピカスケで様子を見よう。王が来るぞ。王が出てくる。どんなだ。なるほど、美味しいカニ。いや、美味しいカニじゃない。テタレ。テタレがキングラーになるんだ。へぇー。すげーでっかくなるんだな。あと、おでこ気持ち悪い。キューラー！なるほど。耐久力ある。叩きつける。よっ！ちゃーいって！この野郎！なかなかやるじゃないか。だが、バチバチアクセルの敵ではないぞ。いやー、レベル高いな、相手。おー、ピカスケ、レベル38。いいですよ。いいね、防御力上がる。マントレ32。強かったな、しくじったな。440円。いいね。ああ、コイキングね、よく釣れるけど弱すぎるんだよな。お！なんか家があるな。この家にちょっと入ってみよう。あ、物忘れの激しいじいさんってお前のことか？ええと、わしは一体。ダメじゃ何も思い出せん。お？もしかしてお前さん、わしが誰か知っとるかね？お前は、マジカル親父だよ。わしがマジカル親父？なんと素敵な響きなんじゃ。きっとそうじゃ。わしはマジカル親父じゃ。思い出させて。思い出したのか？ほれ。やったー。あざましい。マジカル社員。なんだろう、マジカル社員って。関東では珍しいフェアリータイプの攻撃を繰り出すゾーイ。
それだけじゃちょっとわからないが、威力80、命中100、強力な光を放ち相手にダメージを与えるフェアリータイプの技か。五寸釘とマンドレが覚えるんだな。五寸釘に覚えさせておこうか。これひょっとして選択肢でもらえる技が違ったのかね。そうなのかもしれないな。忘れ親父だと何かまた別の面白技をもらえたんだろうか。まあまあまあいいだろう。さてこれ以上下には行かない方が、ああ良さそうだね。ちょっとレベルが高かったからな。もうちょっと修行したらここに来よう。ということは目的地はここではない。山吹シティに行きましょう。あちゃー、このやる気からこの運転。よし、じゃあ回復してから街を巡りましょうか。トゥントゥントゥルルー。坊主、ああポケモン四天王が来てロケット団をやっつけてくれるといいな。お前がその四天王のもう一人になるんだよ。私アローラから来た雷中マニア、関東の雷中と私の雷中交換しましょう。雷中なんて出会ってないけどな。ピカチュウを進化させてってことなのかな。山吹シティの顔、空手大王に密着。空手大王、どんな名前だい。オス、オラ格闘道場、毎日欠かさずポケモンと筋力トレーニングしてっぞ。みな、期待の変えたこの肉体、来月山口ジムのドイツ試合が開かれっか。どんな相手が、相手でも、わ、オーラの拳で一人でっぞ。かくー俺何やってんだろう山吹シティごとロケット団が乗っ取ったぜ。あ、もう乗っ取ってんだロケット団が。空手大王は一体何をやってんだろうね。わかった、これが欲しいのか急にくれたサイコキネシス。わかってるな、おざましんはサイコキネシス。うまくいけば相手の特防を下げられるかもしれない。なるほど。サイコキネシスは威力90、命中100。ほう、ああ、なんだ、最軽光線より強いじゃない。へえ、なんだ、いいね。ロケットダウン。悪いことやりまくるとスカッとするぜ。ああ、あいつらがいるな。ここで出会いたくないから、後ほど。ここはちなみにシルフカンパニーですか？ああ、やばい！ちょっと通しなさいよー！ダメだ！作戦メンバー以外、誰も通すなと言われているのだ。硬いこと言うなって。もうじれったいわね。いいからどきなさい。ぐる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 。おい、待てよ、武蔵。無理やり入ってったな。ああ、ぐるぐる回ってる。これでいいのか？シルフカンパニー本社ビル。ぐへえ。気を失ってるみたい。立ったまま気を失っている。シルフ噂の新製品発売日未定。なんだろうね、これは。お得な掲示板。新製品ハイパーボールはスーパーボールより確実にポケモンを捕まえます。でもお高いんでしょ？ほら、見て、この野郎、どこ見て歩いてんだよ。怖っ、当たり屋じゃん。普通の家かな？手紙ありがとう。早くあなたに会いたいな。いやーん、手紙書いてんだから見ないで。文通やってんだ。この間、ポイントアップもらったの。すごく強い技って PP 少ないけど、これで増やせばいいの。あー、なるほど。ポイントアップで PP の技のポイントを増やすことができる。何言ってんだ、俺は。モノマネ娘って可愛い。彼女ピッピが好きなんだって。モノマネ娘ってなんだろう。モーニング娘丸みたいなもんかな。えいへい。なんだてめえ、あっち行け。わー、柄悪。見た目の通り柄悪い奴らだな。あー、
卵のやつだ。ラッキー。タグの娘は本当にわがままに育ってお友達もあまりおりませんの。あの子の好きなポケモン見せればちょっとは優しくなるかしら。困ったことに娘は人の真似が好きで、ああ、モノマネ娘だ。しょっちゅう人がからかうので近所じゃモノマネ娘と呼ばれてる。ああ、あだ名なんだね。あ、ああ、こいつ知ってるわ。ポケモン GO でこいつばっかり手に入れてた。どうどう。鏡よ鏡。世界で一番可愛い女の子はだーれ。深津絵里。このピッピが好きなんだな。うちにもいるぞ、ピップが。あ、俺が喋ってる。あ、違うか。俺のモノマネしてるんだ、これ。よ、はじめまして。君ポケモンやってる？俺こんな感じなの？いや、僕じゃなくて、そっちの話だってば。なんだよ、もう変な奴に話しかけちゃった。何？人の真似すんなって？だってあたしモノマネ趣味なんだもん。こっちの心の内まで読んでいる。悟りだ、悟り。ピッピを連れている。見せてみようか。見るか、うちのピップ。わー、生ピッピ。生ピップ。初めて見た。すごーく嬉しい。見せてくれた俺に。自分が増えちゃう技マシンあげちゃう。技マシン、身代わりを手に入れた。あー、官房長かなんかが持ってたやつかな。また僕の真似、それって本当に楽しいの？うん、とっても楽しい。そうですか。四角いポケモンがいっぱい出てくるゲーム。スケナのクエスト、どうぞよろしく。さて、ここを上に行くと、なるほど、上に行くと。で、これがジムか。格闘道場。こっちが格闘道場なのかな？これ私に逆らうと痛い目合うよ。なるほど、今は入れませんよ、と。ロケット団の奴ら何人取り締まってもキリがないの。ちゃんと取り締まりなさいよ。横にいるよ。仕事しなさい。スペシャルガード見つけたよ。よし。ここは？わ、ここも道場だ。ん？ここが道場なのか？どっちがジムなんだろう？道場とジムは違うのか。なるほど。どっちを先に行くべきかだよね。ポケモントレーナーファンクラブ。憧れのトレーナーへの愛。語り合いする場。またそんな怪しげな集会を開いて。語り合ってなーさそ。四天王の芝、憧れちゃうよな。格闘センスやもりもり筋肉に痺れるぜ。四天王なのか。四天王のカンナさんかっこいいよなー。クールな視線で氷漬けにされたーい。川から同じポーズで流れてきたあの人だね。時はジムのリーダーは正体不明なのって。ああ、ミステリアス気になっちゃう。ほほ？私、口はジムのマチスさんのファンなの。マチスさんは、マチスさんはそんなでもなかったですよ。こんなものかいの。ボスはこの街をロケット団のものにするってよ。ほう。重要視されてるね、この街は。まずじゃあこの格闘道場から攻略しようかな。うん。で、格闘道場を攻略するメンバーはこんな感じで。まあ、エスパータイプが効くと思うので、官房長と夢枕。で、確かね、なんか、メモには、毒とかが、なんか、効かないんじゃないか説みたいなのがあったので、五寸釘、ゴースト毒なのでね、まあ、こいつでちょっとなんかいろいろ試してみたいなと思うのが一点。あとは、気になってるのが、まあ、飛行と毒のズバッがどんなもんなのかと、ピップ、ね。フェアリーのピップ。がどんなもんなのかっていうのをちょっと試してみたい、ここで。っていう感じでこんな構成にしてます。では早速行ってまいりましょう。格闘道場。エリートトレーナーもいるのか？おーす、私、コーチトレーナー。格闘道場に出向してるっす。私は強いっすよ、勝負するっすか。
じゃあ早速この人からお手を拝借。どんなもんでしょう。コーチトレーナーの千代梨。千代梨はゴーリキー。なるほど。でこっちがゴスンクギ。はいはい、ゴーリキーレベル32か、まあ、相手にとって不足はないね。まずじゃあどうしようかな。何から行こう。シャドーボールから。シャドーボールズン。シャドーボールはそんな効かない。雷パンチ、ブワー、めっちゃ強いめっちゃ強い。ちょっと待って、入れ替えますめっちゃ強い。ここはどうしよう。官房長にちょっと入れ替えよう。別に抜群だったとかじゃないんだよね。雷パンチ、うだから耐えられた、耐えられた。これはでかい。リフレクター、物理攻撃をダメージを弱める。まずリフレクターを貼ります。リフレクター、はい、雷パンチ関係なくない？もう。回復しようかな。いいキス薬で回復します。官房長を。ぽよーん。はい。で、雷パンチ。耐えるけど。最後キネシス。むむ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 。よし。やっぱ抜群だよね。いや、めっちゃ強いな、やっぱり。格闘家の一撃、恐ろしい。エレーブってなんだろう。エレーブってなんだろうな。格闘タイプなのかな。ズバッと入れ替えといていい？ズバッ、エレブー、わあ、電気っぽいな。電気と格闘なのかな、ちょっとわからない。神砕く、雷パンチ、また雷パンチか。めっちゃ痛い。抜群なの？あ、飛行だからだ。なるほど。くそー、困ったね。ピップ。ピップ。カビアリパンチ。そうでもないな。でもリフレクターがなくなったのか、これで。試してみたいのは、フェアリー技。うわ！ああ、ピップー！いやー、こんな食らうのか。いや、ディフレクターってじゃあ相当優秀なんだな。どうしよう、夢枕かな？いや、官房長で先制が取れれば、もう一回リフレクターを貼ることができるので、官房長。官房長ー！で、リフレクターをお願いします。あー、相手の方が早い！だーっ！おー、痛え、強っ、めっちゃ強い。あ、そう、どうしようかな。夢枕無理だよね。いや、ピカスケかな。ピカスケ頼みだな、いつまで経っても。お願いします。行こう。雷効かないから、でも相手も雷効かないよね。じゃあふわふわフォールで。ふわふわフォール、ピカチュウ。おー、かわいいな、一つか。お、なんだろう、褒めてもらおうと思って急所を出したみたいなこと書いてあったな。あ、そんなこともあるんだ。いい、かわいいですね。よし、バチバチアクセル。くそ、ケタクリー。
でも効かない。いやー、強いね。エリートトレーナーめっちゃ強いわ。ズバッ27。乾杯っす。いい戦いでした。これ受けとるし。技を回しに、あ、雷パンチだ。雷パンチは、電気を帯びた拳で、打つべし、打つべし。なるほど。ちょっと一回帰りまーす。めっちゃ強かったので一回帰りまーす。回復してほしいっす。パー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 で、雷パンチが、電気技なのか。なるほど、そういうパンチもあるんだな。ってことは、飛行タイプは、電気技やられた時には、相当辛いから、それだけちょっと注意だよね。また雷パンチ打ってくるよったらちょっと考えなきゃね。格闘道場。格闘道場。これ何？ダブルバトルとか仕掛けてくんのかな？左から。押す押すみたいな感じで。行ってみようか。一人ずつかい！押す！ここは格闘道場としてのブレーカー。その通りだ。看板をよこせ。道場破りじゃえ、かくたら空手王の岩を怒りざる。わあ、怒っている。五寸釘、もう一回リベンジマッチと行こうか。シャドーボールは効かなかったね。なのでシャドーボールがゴースト技で、マジカルシャイン、マジカルシャインの威力を見てみましょう。乱れひっかき、効果がない。いいよ。マジカルシャイン、おっ、抜群。フェアリーは抜群。オッケー。では、悪の波動、悪の攻撃はどうなんだ。カルテショップ、効果がない。いいね。悪の波動。あー、なるほど。悪は今一つ。いいね、いいね、いいね。では、マジカルシャイ。カルテショップは効かない。いいね。よーし。オッケー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 。やっぱさっきのがちょっと特殊だったんだよな。でもそういうのも覚えてるやついるだろうからね。そこが難しい。五寸釘レベル32。いいですよ。あ、ピップ28。ムーンフォース、なんでしょう、ムーンフォース。フェアリー技、威力95。月のパワーを借りて相手を攻撃する。相手の攻撃を下げることがある。ああ、いいじゃない。どうしようかな。マジカルシャインよりムーンフォースの方がいいんじゃない。そうだね。じゃあムーンフォースを覚えましょう。いいよ、ピップ。岩との勝負に勝った。ぐ、参った。あ、五寸釘が。よーし。成長します。五寸釘のままで可愛いんだけど、ゴーストに成長。ベロ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 。いいねー。あ、こっちも可愛いじゃないか。よし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 。ゴーストが登録されます。ガス状ポケモン。ゴースト、毒。舐められると、命を吸われる。体が震えて止まらなくなり、やがては死に至る。めっちゃ怖。こいつめっちゃ怖。舐めるといいんだ。ん？あ、連戦なんだ。恐ろしい。チェスト、硬いものなど怖くはない。毎日拳で岩を割る練習をしてる。岩には強いと、自らアピールしていく。岩なんて出さないぞ。タツマ。タツマは、ゴローン、ん？ゴローン？岩を割るってお前。とうとう、吐きやがったな。自白しやがったな。自分が DV をしているということを許さないぞ。岩タイプか。岩か。
岩だと格闘出せ出したかったな。いないな。官房長、ここは官房長で。なるほど、岩タイプを出してくるっていうこともあるのか。岩なだれ、めっちゃ痛い。なるほど、岩なだれ一辺倒で来る気か。やばいな、岩タイプに対しての回答がないんだよな。こっちゴーストタイプは出せないんだよね。で、飛行も出せないんだよね。ピップ、これで無理だったら、ピカスケを出そう。地震、ぐえー強いよ、ずるいよ、こういう自分の弱点をカバーするようなポケモン出してくるの。あー、参ったな。ベガちゃん、地震、いやー抜群、電気に抜群なの。いや、対応策がない、マジか。これ飛行で多分やられちゃうと思うんだよな。ズバッ、あ、パカメやりやがったな。ただこっちの攻撃が効くかどうかっていうのが、飛行タイプの攻撃はまず効かないだろう、地面岩だもんね。あー、ゴーストタイプの攻撃も効かないと思うから、噛み砕くしかない。噛み砕けないだろう。あー、全然効かない。いやー、岩なだれ、うわー、ズバッ、くそー、強い。対抗策がない。夢枕、念力系って効くのかね。サイコキネシスかな。サイコキネシス、むむむむむむ、岩をも割る。あ、普通か。地震、うん、耐えろ。うわ、耐えたけど、先制すれば勝てるぞ。先制すれば勝てる、いいぞ。むむむむむ、よし、ふぅ、強い。官房長、勝った。くそー、強かったなー。格闘家が怖いものだと超能力ぐらいだ、あと飛んでるやつとかフェアリーもだな。おお、全部言ってくれる。こっちの予想は結構当たってたんだな。フェアリーも効く、飛んでるのも効く、でも地面とか出してくる場合がある。すげえな、ちゃんと自分の弱点を出してくるだろうという読みのゴローンを入れとくっていうのは結構頭も切れるね。そうするとそれ読みのこっちも用意しておかないといけないんだな。ペンペンペペペン、よし、こんな感じでちょっと変なのが出てきた対策として宮部くんを置いとくことにしましょう。これでどうにかなるんじゃないかな。で、ズバってちょっと押してみようかなと思います、今度は。いやー、しかし本当一筋縄ではいかないね。ああ、元に戻っている。ちょっとずつ対決したいからもうこの目の前でガンをつけよう。ほら、おっす、腕が立つらしいな。遠慮なく行くぜ。お、こいつは他の奴らの試合を見ていたのか？何を出してくる？待機。待機してたな。ニョロゾ？またそういう変なの出す。格闘なのか、こいつって。格闘水なのか？水か。水だと、
完全に宮部くんとかがいいんだけど、宮部くんに変えよう。つば交代。宮部くん。ガーボン。バブル光線。効かないぞ。はい。大したことないな。つぶむち。バブル光線。足は速いな。うん。へっ。いいよ。で、さらに、メガドレインで、このぐるぐるの線を全部吸い取る感じで。うっ。メガドレイン。よーし。盤石。やっぱいてよかったな、宮部くん。こういうこともあるんだな。どうじゃい。ウォッス、技あり。技ありじゃないよ。もう一本だ、一本。あ、絶対来るんだ。連戦にするんだ。すげえ歩いてきたな。もう端っこだぞ。貴様、道場破りか。その通りです。看板をいただきに参りました。登る。登るは、ゴーリキー。雷パンチ打ってくるかな。それだけがちょっと怖い。打ってこないのならば、翼で打つ。こっちが。翼で打つ。ペン。よし。地獄車。だがこれは、大して効かないのでは？よーし、バカめ。効果は今一つじゃい。くらえ。翼で打つ。ペン。よーし。オッケー。いや、ほんとあの、コーチトレーナーだけちょっと特殊だったんだよな。あれが初戦っていうので、だいぶ惑わされたけど、どうにかなるな。何もしてこなければね。安心するのは師範に勝ってからにしろ。俺に勝っても大したことないぜ。おっす。なるほど。残りは師範か。ズバって押すか？五寸釘で押すかがちょっと悩んじゃうけど、ズバになるのかな？よし、ズバで行こう。さあ、ちょっと、失礼。四面楚歌。因果応報。あんまいい言葉書いてないな。何なんだろう、この、教訓は。四面楚歌になるよって。因果応報だよって。あんま、ほんといいこと書いてないけど。まあ、気をつけなさいってことか。ほら！おっす！わしが格闘道場の師範、空手大王である。お前が空手大王だったのか。お主は道場破りかならば容赦はせんぞ。通るや。その看板いただくぞ。竹のり。空手代表は竹のりなんだ。ニョロボン出たな。ニョロボンが出るならこっちは宮部くんに変更します。ニョロボンなんかすごい格闘家っぽい構えしてるね。戻っておいで宮部くん。ピーカーブースタイルなんだな、ニョロボンは。のしかかり。すっごいのしかかるじゃん。え？どんだけ食らった？ 60 ぐらい食らった？ 50 ぐらい食らったな、のしかかりで。ちょっと待って、話が違う。一旦いい傷ぐり薬で様子見ていい？こいつのしかかりばっかやってくるよね、でも多分。のしかかり。46食らってるのか。じゃ、47か。耐えられない。え、純粋に耐えられないぞ。のしかかりって、ノーマル技かな？ノーマル技って、何に、が耐えられるんだろう。この中で言うと、五寸釘、あ、なんか耐えられそうな気がするんだけどな。頼む、五寸釘。五寸釘。のしかかり。おお、効果がない。よし、いいぞ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 。でも、こっちの攻撃も何が、不意打ちが悪。
まず不意打ちで。よっ、効果がない。バブル光線、それは普通に効く。その技は俺に効く。くそー。シャドーボール、シャドーボール、ドン。かあ、そんな効かない。バブル光線、それは痛い。純粋な痛さがある。回復する。いい傷薬で回復する。いや強いな。バブル光線70から39だから31ダメージあるんだな。攻撃しないとね。マジカルシャイーン、なるほど、マジカルシャインは抜群か。回復をもう一回次のターン使っていていい傷薬。よし、バブル光線、グッ、マジカルシャイーン。あー、強かった。よし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 。いやー、空手大王言うだけあって強かったな。格闘技をほぼ使わないという空手大王にあるまじき作戦。わしは確かに負けた。しかし道場の看板だけは持っていかないでくれ。代わりに、わしの大事な格闘ポケモンを渡す。わあ、なんだこいつ。ケルヤーイ。ナッコー。ナックルってことか。好きな方を選んでくれ。うわあ、どっちかなんだ。ちょっと待って。蹴りか殴りかってこと？ケルナグール。こいつは何？もう一回聞けば教えてくれる？あー。ナッコー。うなる拳、エビワラ。ちょっと待って。こいつはエビワラ。こいつは？蹴るやーい。キックの鬼、沢村。ちょっと待って。エビワラと沢村。だって。どうしよう。エビワラは、エビハラだよね。多分ね。沢村も、まあ、沢村で、チンクとピザの沢村でしょ？悩むなぁ。悩むねぇ。こっちにしよう。ナッコー、エビワラ。はい。空手大王からエビワラをもらった。すごい、セイントセイヤみたいだなぁ、なんかこいつ。エビワラ、パンチポケモン。ねじり込むようなパンチの攻撃。コンクリートの壁にがドリル状に削られてやがて穴が開く。めっちゃ強そうじゃん。めっちゃ強そう。いいな。粘土みたい、ちょっと。エビワラをポケモンバッグにしまった。これでもらえないのも。欲張るのは予想。なんだよ。ついでにここで空手を練習していくか。大丈夫でーす。やったー。じゃあ、早速、エビワラーに名前を付けてあげよう。はい。エビワラーのニックネームは、活字ヨネジにします。これはね、ろくでなしブルースっていう漫画を読んでる人だったら、まあ、わかると思うんだけど、エビハラっていうのが実際出てくるんだよね。バンダナした、すごいかっこいいキャラなんだけど、それかっこいいキャラだとちょっとあれなんで、活字ヨネジの方がいいかな。思いました。活字ヨネジです。なかなかいいですね。前田タイソンではないっていうね。よーし、新たな仲間も手に入れたぞ。では、今日はこの辺にしておきましょうかね。そうしましょう。では今日はこの辺にしておきましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ぐる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 。